この動画にストーリーなんてありません。アヌがマッサージを受けるだけの動画です。シーティーならこの日父ちゃんは有給を取っていたんです。なぜならエアコンが壊れて修理に来てもらう日だったから。ところがエアコン修理の人がコロナになってしまい来れなくなってしまったのです。つまりそれは父ちゃんがアヌとゴロゴロする権利を取得したことを意味します。なので災い転じてアヌとなすのでした。アヌからしたらいつもは留守番でお昼寝の時間、父ちゃんがいたら睡眠ができず鬱陶しかったかな。いつもいない父ちゃんがいて喜んでくれてると父ちゃんとしては有意義な有給になったんだけど、この後ものんびり過ごそうね。母ちゃん帰ってくるのが待ち遠しいね。今回も動画見てくれてありがとうございます。ご評価してくれたら父ちゃん次の有給もアヌとゴロゴロしちゃいます。急に予定がキャンセルになることってありますよね。そんな時皆さんどうしますか？のんびりするもよし、買い物行くもよし、父ちゃんはこの動画の通りアヌとずっとイチャイチャしちゃいますよ。また次の動画で。